どいつもこいつも刀剣乱舞返した。それでどうするんだそら、担当が終わったようだぞ今度の刀は写しじゃないのか山ん葉切国広だなんだその目は写しだというのが気になると 俺でいいのか何を期待しているのやらわかった俺にこれを使えとあんたの命令だからなさて頼むぞわかった 受け取ろう化け物切りの刀そのものならともかくうちに霊力を期待してどうするんだ「綺麗とか言うな俺は偽物なんかじゃないそんなにジロジロ見るなどうせうちにはすぐに興味がなくなるんだろう 分かってるこれでいいだろう霊力かそら、任務が終わったようだぞ そフミが届いていたぞ写しなんか見せびらかしてどうするんだ別に模様替えに意見はない行ってくる遠くへ俺なんかより遠征連中の世話をしてやれ帰ったぞ これでいいんだろ嫌な空気だな囲まれてないか確認しろ相手は名だたる名剣名刀なのに俺は遅いよ ヤマンバ退治なんて俺の仕事じゃない <noise> 嫌な空気だな囲まれてないか確認しろ。 マイルその目気に入らないなフッ <laughs> 切る <laughs> 俺は俺だ。 どうしたものかな嫌な空気だな囲まれてないか確認しろマイル俺は偽物なんかじゃない 血で汚れているくらいでちょうどいい斬る俺をうしと侮ったことを後悔させてやる死を持ってな俺は俺だ 相手が何だろうが知ったことか切ればいいんだろ嫌な空気だな囲まれてないか確認しろ参る切る切る 俺を写しとあったことを後悔させてやる死を持ってな俺は俺だこれでいいさ。 ボロボロになっていれば俺を比較するやつなんていなくなる <laughs> 直す気はないのかそれはそれで構わんがな直す必要なんてないというのにこのまま。 果て,てしまっても構わなかったんだがな俺は山場桐国広足利城主長尾昭長の依頼で撃たれた刀だ山場桐の写しとしてなだが俺は偽物なんかじゃない国広の第一の傑作なんだ